そうなの？うん、まあ別に東京に来ようと思えばすぐに来れる距離だけどね。うわうわなんか北村くん驚きすぎじゃない？いや驚きますよ、ゆりちゃん。これは変なんで？いや、なんでってさ、いや、なんでって俺たちの、だって仲間のさ、うん、矢野が失踪したばっかりだよ、うん、で、今度はさ、ゆりちゃんがそんなそこそこ遠いとこに引っ越しするってさ、聞いたら、まあ、それびっくりするしさ、俺他に友達いないしさ。じゃあ会いに来ればいいじゃん。うん、まあそうだけどさ。うん、まあ俺あんまお金とかないしさ、おいそれとそう遠くには行けないわけですよ。まあそのね、ゆりちゃんはさ、うん、俺たちのさ、心の拠り所だったわけですよ。マジで？嬉しい。それマジだよ、これマジだよ。なんかウケんだけど顔赤くない？赤くないよ、赤くねえよ、うん、本当にさ矢野は本当な、ゆりちゃんを置いてどこ行ったんだよね。本当だよね、心の拠り所に相談もしないでさ。うん、そうだよ。あ、そういえば私が最後に矢野くんに会ったのって、うん、道端でばったり会ったんだけど、うん、その時矢野くんに俺に近づかない方がいいよってなんか笑いながら冗談っぽく言われたのね。うん、なんか今考えると意味深じゃない？俺それ初耳だな。その時の矢野くんなんか焦ってるような、おどおどしてるような、何かに怯えてるような、そんな感じだったんだよね。何かって？いや知らないけどさ、なんか知ってんの？矢野がさ、うん、この世のものじゃない存在に連れて行かれたとかさ、信じないでしょ。痛い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